ドブジェンコフィルムスタジオ、ウクライナ語。ベフクは、ウクライナの首都キエフに存在する映画制作会社、映画スタジオである。ウクライナ人の映画作家、オレクサンドル・ドブジェンコに由来する、書内にあるモニュメント。1927年、オレクサンドル・ドブジェンコフィルムスタジオとして建設された、当時、同スタジオは、ウクライナソビエト社会主義共和国で最大の撮影所であった。 撮影用ステージを要する建物群が完成するのは翌年であったが映画制作は同年に開始された。書内には現在も同スタジオ内でかつて創作を行った数多くの映画作家たちを記念する記念プレートが数多く設置されている。シチョルソフスキーという名の撮影棟があるが、これは同社内で制作されたドーブジェンコの監督作、シチョルスに由来している。 書内の同地域は現在博物館として使用されている。撮影所に近い通りに面して一致するリンゴ園はドブジェンコ自身の指示で植樹されたものである。1957年以来オレクサンドル・ドブジェンコの名を冠している。2009年12月、ウクライナ映画の映画復元のためのスタジオが同書内に開設された。ありがとうございます。